静岡は慣れた？そうですね、今入社して4、5、6、3ヶ月ちょっとですけど、うん、まあ、ちょっとずつ慣れてはきましたね。え、なかなか一人暮らしするのも初めてでしょ。そうです、一人暮らしも初めてなんですよ、うん、食事とかも洗濯とかどう？うん、大変でしょ。親に感謝を日々感じながら戦ってますね。わかる、うん、川崎さんもこっちに来てから一人暮らしでしょ。そうですね、私2年目なので、去年の春あの一人暮らし初めてやって、いやもう最初は全然できなくてやっと1年経って慣れてきたぐらいです。あ、またね、レパートリーとかお料理のレパートリーとか教えてあげたら教えてほしいです。多分私よりマナミンの方ができると思う料理はねちょっと楽しくて、うん、目覚めて料理はちょっとやってます。ね、この自粛期間とか目覚めた人も多かったと思うけど、何か一押しの料理は作りましたか？一押しの料理、あ、でもずっとなんかオムライスを作るのが怖くて、うんうん、こうなんかふわふわに美味しくできるのか不安で挑戦してなかったんですけど、うん、最近ちょっと挑戦するようになって美味しくできたので、今はちょっとオムライスを作るのにハマってます。いいじゃん、モテそうだよね。オムライスなかなかね、うん、本当ですか。私もね、自粛期間に作った一個。あ、何ですか、うん、何作ったんですか。オムライスを作った。あ、オムライスを作ったのか。そう、一緒だなって思いながら聞いてた。みんなオムライスを作る。じゃあちょっとオムライスネタで終わりそうだからね、はい、ちょっと静岡について、はいはい、聞いていこうと思うんですけども、このミレニアルバブルの番宣でこう静岡にもゆかりがあるってマナミ言ってましたけども、はい、どのようなゆかりがあるんですか。私両親がですね、うん、静岡の浜松出身でして、うん、なので幼い頃からよく静岡には来てたんです。うん、そうです、大阪生まれ大阪育ちなんですけど、両親は静岡出身なので来てました。じゃあちょっともう行ったことがあるってところで、勤務するまでの不安とかはそんなになかった感じ？そうですね、うん、結構パルパルとか行ったことあったので懐かしい、またみんなで行こうか。ね、パルパル、うん、大人になっていくとまた楽しそうだよね。そうですね、ね、うん、あの静岡はどっかいろいろ遊びに行きましたか？あんまりまだ動けてないんですけど、ね、あの日本平に行きました。日本平の動物園？いや、動物園がたまたま休館日で行く予定だったんですけど、うん、休館日だったので、あの日本平テラスの方に登って、綺麗になったところで、あ、そうです、とっても綺麗だったんですけど、うん、ちょうど雲がかかって富士山は見えませんでした。じゃあまた、私もそこ行ったことあるけど、もう晴れた日に行ったらね、もう素晴らしい景色が撮れるから、じゃあもうリベンジだね、どっちも、はい、ね、さあと言って、あのね、一番可愛く聞こえるほんまに演歌っていうのをぜひやってみてて、ここに書いてあるんですけど勝手に、ね、どういうことですか。あのその前、その K ミックスプレスで、はい、私がこう大阪出身だからマナミンに大阪弁で可愛く聞こえる方言ありますかみたいに聞いたら、こうやって書いてくれたんです。あ、それはですね、うん、あの有村架純さんがほんまに演歌って言ってる映像を見た時に、うん、あ、それは可愛いなと思ったので書いたというだけで、うん、誰が言ってもということではないんですね。人選ぶ感じです、はい、人はちょっと選ばれますけど、はい、やってみる、大丈夫ほんまに演歌ですか。どれに向かって、どこにカメラが多い、ね、じゃあ私たちに向かってほんまに演歌、あ、そういうアクセントなんだね。かわいいかも、ちょっとおこみたいな。ちょっとおこちょっとなかなかね、練習に時間がかかりそうだけど、はい、かわいいねえ、うん、さあそしてこう社会人になってもう、はい、数ヶ月、4ヶ月ぐらい経ちますけども、学生時代と比べて何かこう、何ギャップを感じたりとかはありますか？ギャップ、そうですね、でも大きなギャップみたいなものは特には感じてなくて、もちろん何でしょう、責任が伴うとか、うん、仕事は全て結果だとか、うん、なんかこういろんな、なんか真面目な部分で言うといろいろ感じる部分はあるんですけど、うん、まあでもなんでしょう、K ミックスの雰囲気が自分に合っているのか、うん、先輩方がお優しくしてくださるのでゴマ吸ってきたね、とても馴染みやすく日々楽しく大きなギャップを感じることなく生活できています。じゃあよかったね、はい、生活リズムとか服とかね、変わったりするかなとか思ってたけど、うん、ね、いい意味であんまりなかったってことで、うん、はい、で
聞きたいことが私たちにもあるってさっきね。いいんですか、はい、なんか私の印象みたいなものを聞きたいなと思っていて、この場をお借りして私にどんな印象を抱いているのか教えていただきたいです。私からあ、いいですよ、うん、なんか私キャピっていうイメージが結構あってえ、なんか若いなって思って、3つ下なのに、あ、可愛いなっていう、もうなんか妹みたいだなって、もう身長は私より高いけど、うん、思った。そうあと意外と真面目かなっていうのを、うん、思って、こう見た目が華やかだからもうちょっとね、うんうんうん、ギャルギャルしてるかと思ってまさかのギャル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 はしてないですね。そう、え、川崎さんは、うん、私も結構近くて、うん、なんかキラキラってした感じのイメージだったんですけど、はい、あとなんかすごくうさぎさんみたいな、あ、いいかも、小動物系のうさぎさん可愛いのに関西弁がなんかめっちゃギャップがあって、あ、これは可愛いに決まってるって思いました関西弁はずるい、まあ、できないもんね、うん、え、ちょっとお二人もほんまにええんかを言ってみますか言ってみようかな、ちょっと待って、ほんまにええんか、ちょっと待って、ええんか、ほんまにええんか、わかんない、ほんまにええんか、あれ、そっちか、川崎さん近いかもしれないめっちゃ難しい難しいまた方言トークもしましょうね、そうですね、東京と静岡と大阪ですね、みんなバラバラなので、さあ、じゃあ次回は今度は入社2年目の川崎れなさんへ、はい、フィーチャーした動画になります、お楽しみに、はい